僕はですね、向かいにいるですね、セネガル小脳がんという鳥がいるんですが、こちらの鳥がですね、うるさく鳴くと思うので、ちょっと離れたところでお話をしたいと思います。食事タイムを行います。はい、ではですね、餌をあげる前に、少しですね、ブチハイエナについて、お話をしたいと思います。現在ですね、野市動物公園には3頭のブチハイエナがいます。この3頭なんですが、お父さんとお母さんとその息子という3頭なんですね。で今ですね、こちら外の展示場に出ているのはお母さんとお父さんです。で、あともう1頭、息子の方はですね、あちらの、建物のですね、ガラス張りの部屋があるんですが、そちらの方ですね、屋内展示場と僕らのですが、そちらの方に出ています。でこの3頭ですけれども、それぞれ尻尾を見ていただくとですね、違いがありまして、初めて見る方でも見分けることができると思いますので、まずですね、それぞれの紹介をしたいと思います。あ、ほんまや。まずですね、僕のですね、すぐ近くにいる子ですね、こフェンスの近くにいる子ですね、この子はですね、名前をエナと言います。エナ。エナはですね、お母さんになりますね、メスになります。で、尻尾を見ていただくとですね、尻尾の毛がふさふさしています。で、あちらにいるのがですね、お父さんですね、はい、今こっちの方に近づいてきました。名前をブッチーと言います。はい、でブッチーはですね、尻尾がですね、ちょっと短めなんですね。エナの尻尾で見ていただく、先っちょの黒い部分がですね、ほとんどない、黒い部分でちょうど切れちゃってるような感じの尻尾をしています。ちなみにですね、今、屋内展示場にいます息子の豆腐はですね、お父さんのプッチにちょっと 似たような尻尾なんですけれど、根元の方の毛はふさふさしてるんですけど、先っちょのですね、黒い部分ですね、黒い部分は頭を出してるんですが、その部分黒い部分の毛だけが短いというふうなですね、ちょっと変わった尻尾をしています。それぞれの尻尾ですね、見て、見分けてみてくださいね。はい、でその見分けができるとですね、この後どうなるかというとですね、餌を食べるときにですね、それぞれの力関係というのが見えてくると思います。これから、あげるですね、こちら屋外展示場の2頭なんですが、お父さんとお母さんだとですね、立場がですね、お母さんの方が強いんですね。実はですね、ハイエナの群れというのはですね、メスが強い群れになっています。というわけで、お父さんとお母さんだとお母さんの方が強くなるわけなんですが、そんなわけでですね、餌を食べるときにですね、餌をあげるとですね、お母さんが、お母さんのエナの方がですね、餌を取るまで、お父さんブッチはですね、餌を取りに行かなかったりとかですね、お母さんのエナがですね、餌を持っているのに、お父さんのブッチが餌を取ると、お父さんのことを追いかけ回しちゃったりとか、そういうふうなですね、様子が、観察できると思います。ちょっとそのあたりですね、もうちょっと注目してみてくださいね。はい、でこの後ですね、あげる餌なんですけど、こんな感じのものをあげます。こんなんですね。はい、骨付きのお肉というよりかはですね、肉がちょっとだけついている骨という感じのものをあげてます。はい、はい、これですね、これをこれからあげます。はい、でハイエナはですね、とてもですね、餌を食べるのが早いんですね。で普段ですね、あげているのはですね、お肉を中心にあげてますが、お母さんのエナで 1.3 キロぐらい、お父さんのブッチで 1.7 キロぐらいですね、お肉をあげてますが、大体1分か2分ぐらいで食べ終わっちゃいます。あっという間なんでですね、